台だったな。楽屋によって千里さんに感想を伝えて帰ろう。いい話だったね。あやさん大丈夫ですか？ティッシュありますから使ってください。あやさんが泣き止んだら一緒に楽屋に行きましょう。まやちゃん涙が止まりそうにないから先に楽屋行ってていいよ。メイク落ちちゃったし直したら楽屋行くね。そうですか。でも触れた。そうだ、いいこと思いついた。買っていこう。あやさん、自分パンフレット買ったら直接楽屋に向かいますね。待ってますから、落ち着いたら来てください。うん、また後でね。千里さん、いますか？あら、まやちゃん、来てくれたのね。お疲れ様でした。舞台とても良かったです。最後のシーン感情がすごく伝わってきて泣いてしまいました。ありがとう。楽しんでもらえたみたいで嬉しいわ。あの千里さんにお願いがあって。何？このパンフレットに千里さんのサインをください。え？いつも練習の時に会っているじゃない。私のサインなんているの？自分舞台女優としての千里さんのファンになったんです。千里さんが頑張るのを近くで見てきたから最後までやりきったのを見て感動したんです。この感動を忘れたくないんです。そうだったの。ありがとう。そこまで言うなら。はい、かけたわ。これでいい？ありがとうございます。大事にしますね。大変なことがあってもひたむきに努力する千里さんの姿勢は自分も見習わないといけないなって思ったんです。すごく刺激になりました。まやちゃん、そんな風に思ってもらえるなんて頑張ってよかった。千里さん、もう一つお願いがあるんですけどいいですか？何かしら？自分と写真撮ってください。今日の千里さんと撮りたいです。そんなこと？いいわよ、撮りましょう。すみません、スタッフさん、写真をお願いしてもいいですか？これで撮ってください。自分のスマホです。まやちゃん、ほらもっと近くに来て。そんなに離れてたんじゃ画面に入らないわよ。ああ、はい。千里さんと二人で写真撮ったの初めてですね。そう言われればそうね。お仕事以外で一緒に写真撮ったのも初めてかもしれないわ。千里ちゃん、まやちゃん、いる？あやさん。あやちゃんも来てくれたのね。もう涙が止まらなくってね。やっとさっき泣き止んだんだよ。あやさん、これ見てください。あ、千里ちゃんと写真撮ったんだ。いいな、私も一緒に撮りたいよ。じゃあ3人で一緒に撮りましょうか。スタッフさん、すみませんがもう一度お願いできますか？じゃあ私のスマホで撮ってください。ありがとうございます。わあ、すごくよく撮れてる。千里ちゃん、まやちゃん、今撮った写真パスパレのブログに載せてもいい？ええ、いいわよ。もちろん大丈夫です。やった。じゃあポチッとできた。この3人の写真って貴重だよね。またいくらでも撮ればいいのよ。そうですね。これからみんなでたくさん写真撮っていきましょう。このカーボンのメタルシェルはシャープな音がたまらないっす。あ、
ちらはヴィンテージなスネアじゃないっすか。今日はラッキーだなー。あ、楽器を見に来られたんですか。あ、なるほど、スタジオに置く機材を探しているんですね。自分は新しいドラムの偵察です。前々から気になってるモデルがあったんですよ。機材を見ているだけでテンション上がっちゃいますね。新製品が発売するとつい楽器屋に来ちゃうんですよ。研究熱心ですか。いいえ、好きなだけですよ。機材のことだったら何でも聞いてくださいね。少しはお役に立てると思います。うんうん、スタジオ用のピックが不足しているんですね。確かこっちにピックコーナーがあったはずですよ。やっぱりここにあるっす。あ、このピック、犬の柄で千里さんが好きそうですね。千里さんのこと詳しいですか。いえ、実は最近犬を飼っていることを教えてもらいました。そうだ、あの、できたらでいいんですけど、話したいことがあるんです。楽器見ながらでいいので少し聞いてもらえますか。本当ですか、ありがとうございます。この間千里さんが出演する舞台の稽古があって、パスパレのみんなで見学に行ったんですよ。自分演劇部なので見学というだけですごく楽しみで。ああ、演劇部って言っても裏方ですけどね。けどプロの裏側や大道具はどうなってるんだろうなってずっと気になっていました。現場をいざ見てみるとすごい作り込みでした。それに演技の練習の方も想像以上でした。全員プロですからね。練習なのに本番のような緊張感がありました。すぐに目が離せなくなって、その中にはもちろん千里さんの姿もありました。いつもの千里さんとは違って真剣に役に入り込んでいるようでした。けどその舞台の監督の方は、千里さんの役はつもりになっているだけだと言ったんです。自分は素人だからかもしれませんが、千里さんが真剣に役を演じているように見えました。それに千里さんは努力をすることは当然と言っていたので、きっと舞台が決まってからずっと練習をしていたと思います。だからこそ監督の方につもりなんて言われている理由が自分にはわからなかったです。それでも自分やあやさんたちはどこかで千里さんならできるはずと思い込んでいました。今思うと千里さんならという勝手なイメージを押し付けていたのかもしれないです。けどそれが分かっていなかったので、練習の休憩中にみんなでエールを送りました。けどそれは逆効果だったみたいで、千里さんを怒らせてしまったんです。帰ってとまで言われてしまいました。今思うと千里さんはなかなか思うように言ってなかったんですよ。自分も同じ立場ならどうしていいかわからなくなってしまうと思います。そんな心境なのに応援をされたら戸惑ってしまいますよね。千里さんはそういう仕事の悩みっていうんですかね、それを自分たちには一度も相談したことはなかったんです。それなのに自分は千里さんに何度も相談したり頼ってしまったことがありました。きっとあやさんたちも千里さんに頼ってしまうことが多かったと思います。いつも誰かの相談に乗ったり頼られて、それに演劇の仕事もあって、本当はいっぱいいっぱいだったのかなと思います。千里さんも自分と同じ高校生の女の子ですからね。いつの間にかそれを忘れてしまっていました。そんなことにすら気づくことができなくて、とても情けないです。そんなに自分を責めなくてもですか。そうですかね。でも自分悔しかったんです。同じバンドなのに千里さんのこと全然知りませんでした。それからもっと千里さんのことを知りたいと思った時に、千里さんからパスパレメンバーでお茶に行こうと誘われたんです。舞台練習の時怒ってしまったお詫びという理由でした。自分は誘ってもらえてすごく嬉しかったです。喫茶店では千里さんが自分のことをたくさん教えてくれました。妹がいること、犬を飼っていること、
それにお茶をしている千里さんがいつもとは少し違って、なんて言えばいいんだろう、すごく自然に覚えたんです。だからこそ自分はすごく嬉しかったです。お茶会の後からパスパレでの千里さんの様子も前よりもっと話しやすくなった気がします。自分は今の千里さんの方がいいと思っています。もちろん前の千里さんも素敵ですよ。それに千里さんは仕事にも真剣に向き合っていたので、そういうプロフェッショナルな部分も見習わなきゃなと思いました。自分は今は演奏しかないと思うので、いつか誰に見せても恥ずかしくない演奏を目指したいと改めて思いました。それだけじゃなくて、他の部分でも自分にできることがあるんじゃないかとも思ったんです。先ほどパスパレのメンバーの中では千里さんに頼ること多いってお話ししましたよね。だからこそ自分が千里さんに頼ってもらえるようになりたいって今は思っています。そのためにまずは千里さんのことをもっと知るべきですよね。情報収集は得意なので頑張りますよ。あ、すみません、自分話すと止まらなくなってしまって。これからはきっとパスパレのチームワークを今まで以上に良くしていきたいと思っています。なので今後もサポートよろしくお願いしますね。